全てを一新し登場した7代目ダイハツミラ。時代に合わせて進化してきたスモールカーの最新モデルの実力はいかに。来週シャファイル車のツボ、今日の主役はダイハツミラ。ミラもなんか全部でっかく見えますね。いやもうね、うん、軽自動車は最近立派になってきてね、うん、まあ、売れてるんですよ軽自動車って、はいはい、年間200万台昨年はね、うん、売って売れてるからメーカーもどんどんいいものを出して、うん、でメーカーがいいものを出すからまた売れるっていうような、うん、こういい循環になってきてるんですね。でまあそんな中で今ね軽自動車の中の売れ筋というのは、ワゴン R とか、うん、それからムーブみたいなちょっとこう背の高いものなんですよね、はいはい。でその一方で、うん、今回、まあ、紹介するこのミラとかそれからスズキのアルトのような、うん、これ軽自動車でこれをセダンタイプと言うんですけどね。セダンっていうの、うん、ハッチバックなんだけれども軽ではこれセダンタイプと言うんですけれども、でセダンタイプというのは昔はこれがメインだったんだけれども、うん、今は、2番手に落ちてきてるということですね。で、まあ、そんな中で、うん、ただ背の高いだけがやっぱり軽じゃないだろうっていうような見直しの機運っていうのも高まってきていてね。あ、なるほどね。で、まあ、そのエッセイみたいなね、うん、すごく軽の本質を追求したっていうのをダイハツさん出してますし、うん、その中でその、まあ、やはり昔からずっと続いてるミラという名前機関車種ですよ、うん、で機関車種が今回どのぐらい進化したかっていうのは軽自動車の今の現状を知る上でとっても重要なポイントになりますよね。そうね、うん、だって僕らが高校出るぐらいでね、うん、まあ、その街の女の子が買う車でミラーミラーターボなんていうのはトップだったよね。そう、とりあえずみんなミラー買っとけみたいな勢いが、うんうん、その車が今にこう進化してきてるわけだから、それは気になりますよ、そういった意味でもね、うんうん。でも軽一つ取ってみてもやっぱりそのいろんなジャンル分けがあるんだね。そうですね、うん。でまあ、軽自動車って今置かれている立場としては売れてるんだけれども、じゃあその本当に売れたら、うん、もっと売れちゃったら運転どうなるんだろうみたいなね、うん、議論にもなりかねない、はい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 。でそれはビールと発泡酒ってあるじゃないですか、ね、発泡酒売れてるとすごく税金かけられちゃうってね、うんうんうん、でそれに対抗するためにはやっぱり、うん、燃費っていうのはとっても大切なんですね、はいはい、それから安全性、うん、その燃費と安全性に真摯に取り組んできた結果が、うん、このね新しい未来にこう込められてるっていうんでね、そこら辺見るのも楽しみですよね、はい、今回はカットモデルも後ろにあるので、うん、そう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 、はい、じっくりと検証したいと思います、ね。大人がキュンとする車ということなので、キュンとするの、キュンとするそうですよ、はい、じっくりと検証していきましょう。それでは車のツボスタートです。この番組はご覧の各社の提供でお送りします。なくてはならない部品、キーパーツ、あなたの快適に、あなたの便利に、なくてはならないパーツがあります。自動車分野から情報通信、産業、生活分野まで、その大切なパーツ、それは日発。キーパーツで未来へ弾む日発。ディズニーライブ、ミッキーのマジックワールド、世界のスーパースターミッキーマウスとプリンセスたちがお送りする不思議なマジックショーがこの春日本初上陸。チケット大好評発売中。お問い合わせはご覧のところまで。今時の鼻水鼻づまりには、はい、これコルゲンのソフトミニカプセル、中身が液状、有効成分が辛いところにスーッと進んでいって、効くんです。コルゲンビエンソフトミニカプセル、お子様にはこれです。それではダイハツミラの新車のツボを発表していただきます。岡崎さんからはモータージャーナリストとしてのツボの発表です。はい、こちら K のフルラインメーカーです。まあ、ミラがダイハツの中心車種だというのは先ほども申し上げたんですけれども、ダイハツという軽自動車メーカー、まあ、メーカーはですね、はい、軽自動車のカテゴリーの中で本当にいろんな品揃えを増やしてきてるんですね、うん。
で下は本質を追求したという、まあ、経済性重視のエッセイ、それからものすごく広い室内の広い担当、それとムーブには、軽自動車として初の、ね、プリクラッシュセーフティー何十枚もするオプション、はいはいはい、で今回もこのミラーには、ね、いろんな新機能、軽としては初めてみたいな、ね、機能がどん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 組み込まれていて、その分値段も高いものもあの全部入れていくとすごい値段になるんですよ。だけれども軽だからって諦めないで、それをどんどん新しくやっていこう、それはダイハツが軽という、 こうカテゴリーの中で全ての品をこう揃えてね、いこうという気持ちの表れだと思うんですね。ここで今回は軽のフルラインメーカーを目指すダイハツが中心車種としてね、提案してきたこのミラーを実力をじっくりと検証していきたいと思います、はい、続いて小森屋さんからはユーザー代表としてのツボの発表です。はい、私は今回こちらです。クラスレス系、まあもうね、五郎さんはフルラインメーカーだと言ってますけど、フルラインというからにはもういろんなクラスを持っているということですよね。でこのミラーもまあ、昔は軽、もう見るからに軽だったんですけど、もうすでに軽とは呼べない、ね、装備を、まあ、中にも外にも持ってきている、ただしそれは、ね、お金のかかることであると、そのあたりのバランスを今回見ていけたらいいなと思っています。お二人のツボが決定したところで本日のお客様をご紹介します。ダイハツ工業株式会社第二開発ブロックチーフエンジニアの大野信彦さんにご出演いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではダイハツミラの特徴をメーカーの方に伺います。3つのセールスポイントです。大野さんお願いします。ダイハツミラは1980年初代誕生以来多くの方々に愛されてまいりました。今回のモデルチェンジで 7代目となりますが、ミラはプラットフォームからエンジンまで全身一新し、ミラの DNA である小粋なスタイルとスペースユーティリティを継承しながら、経済性、環境性能、質感などあらゆる面でクラスを超えた新次元への進化を目指しました。第一のセールスポイントは、若々しさを感じさせるダイナミックでフレンドリーなスタイルと広い室内空間の両立です。従来より100ミリ延長したロングホイールベースを持つ新プラットフォームを採用し、立体駐車場に入る前行で大きな室内長と計最大となる室内幅を実現いたしました。インテリアは広々感と心地よさ、高い質感と機能性を追求し、トンネルのないフラットなリアフロアの採用によりゆとりの後席レッグスペースを実現いたしました。第2のセールスポイントはスモールカーの原点である経済性と実用性です。新型 KFV エンジンと CVT の組み合わせでリッター 25.5 キロの超低燃費を実現しました。さらに軽自動車としては初めて CVT とアイドルストップシステムを組み合わせることでハイブリッド車をしのぐ除くガソリン車トップの2リッター27キロの低燃費を実現いたしました。実用性ではロングホイールベースながら運転しやすい小回り性や低く設定した前席サイドステップ、リバース連動ドアミラーなどを採用するなど、どなたにも運転しやすく乗り降りしやすい工夫を盛り込みました。安全性では軽ではダイハツだけの2エアバッグをはじめとするセブンエアバッグシステムの採用など先進の安全装備も充実しました。第3のセールスポイントは上質感と機能装備の充実です。特にミラカスタムは4灯式ヘッドランプやメッキモール付きクリアシルバーフロントグリルの外観、ブラックを基調とした上質なインテリアとしました。さらに左右分割可動式ロングスライドリアシート機構やマルチインフォメーション付き自発光式メーターなど機能装備も充実させました。このようにダイハツの技術力と創意を結集したミラとミラカスタム、パーソナルスモールカーとしてより多くの方々に気に入っていただけると確信しております。はい、ありがとうございました。さあこのミラーを五郎さん試乗してますが、うん、今回のポイントはこのミラーね、ものすごくこういろんなグレードがね、うん、あって、例えばエンジントランスミッションだけでも、3速 AT、4速 AT、5速マニュアル、うん、それから CVT があるんですね、うん、でエンジンはノンターボとターボと、はい、ということで今回試乗したのはCVT とノンターボのエンジンを組み合わせた、まあ、中心的なものなんでね、はい、それでこのミラーの走りを検証してきました。試乗 VTR ご覧ください。今料金所からフル加速をしています。で CVT なんで高回転、今6300くらいにエンジン回転数一定で
車速はじりじり上がっている状況だったんですけれども、まあ、こういったシーン、フル加速をする、しかも今男性4人乗った状況でフル加速をすると、さすがにまあノンターボだと、ちょっとこうもどかしい、そんな加速感になっちゃいますね。で、音もまあ当然あの6000回転以上に固定されるんで、エンジン回転数が、相当こう音量も上がってきます。今80キロで走っているんですけれども、エンジンの回転数2600ぐらいですかね、ですからまあ相当こう低いエンジン回転数です。もう一昔前の車であったら、まあ、1000cc、 それからまあ 1300cc、 あるいは 1500cc、 そういったようなクラスと同じくらいの、そのエンジン回転数に抑えていますから、当然室内の静粛性もかなり高いですね。今日はあまり天気のいい日ではないんですけれども、風も結構吹いているんですけれども、フラフラとするようなことはないですね。ただその車が直進しようとする能力、それについて言うと、ダイハツはソニカという、まあ、走行性能を極めたモデルを持ってるんですけれども、ソニカがもう矢のように直進する車なんですけれども、それと比べるとちょっとこう直進安定性は弱まっているなという感じがしますね。乗り心地はちょっとその路面のその凹凸、特にこう尖ったショックですね、それに対してちょっとそのコツコツというような反応を示すことはあるんですけれども、あの首都高速によくあるような都市高速のジョイント部ですね、その程度の段差であればすごくこう気持ちよくトンと乗り越えていってくれます。で、まあ、基本的にこのミラー、今日乗っているのはカスタムというグレードなんですけれども、むやみに足を固めていないですね。むしろその日常的に気持ちよく使えるぐらいの足回りのセッティング、スポーティーっていうよりも、どちらかというと、ラグジュアリーな方向のセッティングになっていると思います。まあ、最近の軽自動車どん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 このスペースタイプ、ハイトタイプっていうか、まあ、あのダイハツで行くとムーブ、スズキで行くとワゴン R、 こういったあたりがベストセラーになって随分時間経つんですけれども、まあ、このセダンタイプ改めて乗ってみると、やはりこの視界の高さ的にはかなり乗用車ライクですよね。ミニバンではなくて乗用車に乗っているんだと思わせるというのが、まあ、これは好き好きなんでしょうけれども、こういったものをこう好む方は多いんじゃないかなと思いますね。で、室内のその視界感覚という意味でいくと、そうですね、僕がこう思ったのが、この四角い窓で切り取られた外の風景の見え方というよりも、むしろこのピラーの表面の質感とか、それからダッシュボードの全体の造形とか、それからマテリアルの質感とか、まあ特にこう高いものを使っているわけじゃないんですけれども、すごくこう凝った作りをしているデザインになっているんで、そういう意味で、全然安っぽい車乗ってるという感じがしないんですね。でもうこれはやはりリッターカーでもなかなかこのぐらいのものはないだろうっていうぐらいのところまでミラーが来てしまったというところで、ソニカではなくミラーなのにこんなに良くなったというのが今の軽自動車の、そうですね、勢いとか実力を示すいい例なんだと思いますね。まあ、軽自動車って本来そのタウンユースがメインで使われることが多いと思うんですよね。でそういう意味でいくと、まあ、速度レンジもせいぜい60キロまでと考えられる。でそこまでの、速度域での動力性能ですね、これはもう問題なくクリアしてます。まあ、このクラス、いわゆる軽自動車というのは取り回しが命みたいなところが当然あると思うんですよね。でそういう意味ではそのこのミラーっていうのはフロントのオーバーハングが極端に短いということが取り回しには本当にこう大きくプラスしていると思います。
で、まあ、あのフロントボンネットフードっていうのはこの状態で見えないんですけれども、こすったりすることっていうのはあまりこうないんじゃないかなと思います。ステアリングはこれとってもこう素直だし軽いですよね。あの据え切りも含めて本当に女性でも楽に扱える、操舵力に仕上がってます。で、まあ、あの単に軽いんじゃなくて結構こう速度上がってくると手応えもちゃんと出てきますし、このステアリングはとてもよくできてると思いますね。で今あの発進の力強さにしても、まあ、これあの CVT なんですけれども、トルコンが組み合わされていて、まあ、トルコンバーターの作用によって発進時のその力強さ、出た直後の力強さも確保されてます。ですからターボではなくても大人4人、まあ、300キロ以上乗った状況でも発進時に、イライラさせられることはないですね。今、かなり路面の悪いところを走ってます。でこれあのマンホールがちょっと盛り上がったような感じで、トントンという振動が伝わってくる路面なんですけれども、まあ、この結構大きめの入力に対してはうまくこういなしが入ってますね。リアがちょっと硬いかなという感じはするんですけれども、あのフロントがの突起を乗り越えた瞬間のその逃がしというかいなしはかなりうまくできてますね。ですからこの大きい入力、単純な入力よりもこの車の場合はこうもっとこう路面がひび割れた古くなった舗装とかそういったところがちょっと苦手なのかもしれないです。なるほどな、うん、ちょっと荒れた田舎道みたいなところが苦手な雰囲気なんですね、うん、ひょっとすると燃費をものすごく大切にしてるんで、うん、タイヤが転がり抵抗の小さい、うんうん、その振動を吸収するよりも、うんうん、もうちょっとこう燃費の良くなるタイヤを使ってるのかなっていう可能性もありますね。なるほど、うん、でもあの10モードが25キロ超えてるのに対して、うん、満タン砲ですと16キロぐらい、うん、結構差出ましたね。あのね、うん、やっぱりこれはちょっと差が大きすぎかなと思いますね。今回は市街地も当然走ったんですけれども、うん、まあ、高速も走ったと、うん、しかも4人ねプラス機材っていう300キロ以上のものを乗っけて走ったっていうのも当然あるんですけれども、うん、ただまあいつも の, そのまあ我々がやってるその市場と大体比べてみるとその10モード燃費と の, この乖離率というのはちょっと大きめでしたね、うんうん、これターボのモデルもありますけどターボだとその辺が少しあのねその可能性は高いですね、うん、ターボの方がむしろアクセルを踏み込まないで、うんうん、エンジンの回転数低く抑えられるんでね、うんうん、むしろターボの方が実燃費っていうのはモード燃費との差は小さい可能性十分あると思います。なるほどね、うん、あとはこれでワインディングを今回ね、はいはい、行ってませんね。そうですね、今回行ってないんですけれども、うん、まあ、僕は一人乗車でワインディングロード走ってます、うん、でその時は、まあ、ミラってそれほどスポーティーな車じゃないわけじゃないですか、うんうんうん、でもびっくりするほどよく走ったんですよ。でこれはねやっぱりその走りの質感みたいなと、うん、まあ、外観ずいぶん立派になりましたよね、うんうん、と同時に走りの質感も相当気を使って作ってきてるなというのがそのワインディングロードを走った時のその身のこなしで分かりましたよね、うん、なるほどね、うん、はい、さあそれではね、やはり最近の経営ですから内外装そして今日はあのカットモデルも含めてお話を伺ってまいりましょう。いらっしゃいませ。走れるミニバンタイヤトランバス、トヨタイヤ。そうだ変えたんだよなタイヤ。スーッと走れるミニバンタイヤトランバス、トヨタイヤ。その昔江戸ではマナーも粋でした。急いでいて道を譲ってもらったらすっと感謝の眼差しを。いやいいもんだね。ところ変わって電車では混んできたら腰を拳分浮かせてさっと席を詰める。ちょいとした心意気ってちょっと嬉しいね。公共広告機構です。自動車保険節約のご相談、アクセ
さんにお任せください。例えばこの保険料、もちろん対人怪物は無制限、運転ミスによるちょっとした単独事故も保証される車両保険付き、自信を持っておすすめします。保険料は条件によって変わります。今すぐお電話ください。 0120-999-866 999-866 自動車保険はアクサダイレクト、バイク保険もアクサで通販。さあ五郎さん、ミラですよ、何から聞きましょう。そうですね、小野さん、このミラというのは昔のミラってさほどその立派でもなくて、割とこう軽ユーザーの生活に密着した身近なモデルだったわけじゃないですか、うん、今回かなり立派になったっていうのは驚いたんですけれども、はい、この辺はどんな狙いがあったんですか。はい、あのミラでも2つございまして、今日お乗りいただいたあのこのミラカスタムと標準のミラ2つございます。で、標準ミラというのは軽の基本機能を追求しましたスタンダードなモデルということで、こちらの方は機能性と質感を追求しましたミラーカスタムという少し上級グレードになっております。ですから、標準の日常にお使いいただくものとより良いものと2種類ご準備しております、うん、ただダイハツさんエッセという、うん、はい、もうちょっとこうお安めの軽自動車を、はい、出されましたよね、はい、でエッセがあるからミラーをこう違う形にできたんじゃないかなというのを勝手に想像してるんですけど、そのエッセが出たことによってミラって何か変わったことあるんですか。はい、エッセはやはりその本質の追求ということで、軽自動車の最も基本となる部分を追求したもので、ミラの場合はさらにその機能も、今一番最新のプラットフォームということで、うん、エンジンあるいは CVT プラットフォーム全てが軽の最新ということで、これぞ軽自動車の本流ということで、うん、標準車も、エッセイと比べるとさらに進化したモデルというふうに設定いたしました、うん、ちょっとじゃあちょっと上に移行したのかもしれないですね、うん、今までの、うん、未来よりも、はいはい、ね、うん、でもその一番ベーシックなグレードが80数万円から150万円のところね、70万円の値段で開き、まあ、うん、エッセイがもう一台買えちゃうよぐらいのね、うんうん、これ結構さあ開かせましたね。はい、まあ、ミラそのものに幅広いお客様がおいでですので、ね、いわゆるそのベーシックな方とそれから機能と質感を追求する方と、やはり両方にこう幅広くレンジを持っております、うん、スタイリングはそうするとその両方にもこう対応するようなことを狙ったんですか。もちろんそうでございます、うん、これはカスタムだとまず顔が違いますよね、はい、標準のモデルとは、はい、やはり4灯式ヘッドランプ、それからメッキモール付きのクリアクリスタルフロントグリルですね、うん、それからサイドのストーンガード、うん、サテンメッキ付きというように大きくその質感そのものを変えております、うんうん、でサイドはほとんど同じになりますか。サイドストーンガードと、はい、メッキのサテンモールですね。でこの要するにこの鉄板で作ったドアとかは同じということですね。だから鉄板で言えばそのボンネットフードとフェンダー、それからまあ樹脂のバンパー、この辺が違うものであります、うん、ああなるほどね、うん、さあそしてぐるっと一回りしていくとこの辺りのこういう4連のランプなんかもこれはカスタムだけですか。専用です、うん、はい、リアバンパーも専用になってます。あ、そうするとこのデザイン的には少しカスタムの方が若いんですかね。そうですね、少し若々しくて、うん、質感も高めております、うん、だからもう必ずしもスポーティーにはいってないっていうのがちょっとミソかなと思うんですよね。そうですね、もちろんスポーティーさも意識しておりますけど、うん、追求してるのはやはり上質さですね。軽でも質の高いもの、それから機能を追加してるってことですね、うん、新しく、うんうんうん、例えばリアのシートスライドであったり、うん、カスタムは CVT のモデルを収入してるということだったり、うんうん、その軽自動車のその質の追求、機能の追求ということで、うん、設定いたしました。なるほどね、うん、さあそのシートスライドちょっとね座って見てみようかな。これ後ろを開けとくとすごくよく分かるんじゃない、どのぐらいスライドするんだろうこれね。今が一番後ろでこれが前に行くとよっ、おすごいよ、相当なスライド量ですね、はい、ほらほらほら255ミリであります。はあ、これトランプ容量なんか全然違っちゃうんじゃないですかこれ。そうですね、うん、軽自動車ってもともとスペースが限られているものですから、後席のスペースを乗るときには広く使い、荷物を乗せるときには荷室を広く使えるというフレキシブルな要素が非常に重要だと思っています。なるほどな、うん、これあでも運転席側をちょっと見るとね、これちょっと
レイちゃん乗ってみてよ。僕の方から見るとボンネットの前が全く見えなくなるね、これ。あ、後ろからですか。うん、運転席から座ってみてどう。女性がね、あのやはりユーザーと女性が多いでしょ。そうです。あ、運転席からも見えないですね。何が見えるんだろう。本当にあのバンパーがちょっと見えるかなと。うーん、2箇所多分ね、このフロントは、うん、ここの部分がちょっと見えるんじゃないですか。そうです、そこが少し見えるぐらいで、こうボンネットよりちょっと前に例えばこう行っても、ね、うん、ちょっと盛り上がってますね、ここが。ここを運転席から見ていただいて、はい、あのワイパーなんかは極力見えないようにということで、すっきりするように設定してます。下から視野はすごく広く、そうです、うん、ありますけど、駐車するときにはちょっとだけ不安はありますよね。どこまで前に行くのかなという、やっぱり見えないとね、あの確かに不安あるんですけど、 でも今ボンネットの見える車ってほとんどなくて、そういう意味では、そうですね、結構その取り回しはしづらいんだけれども、僕もね怖くてちょっとこうギリギリかなと思って、で車から降りてみたらまだこんなに余ってたんでね。ということはフロントがものすごく短いですね、これ。そうです、うん、そうか、だからそういうのがね、ぶつからないで回れるんだ、うん、多分これぶつける人はかなり、うん、車両感覚が甘い人なんじゃないかなっていう感じがしたけどね。それはこっちで見るとものすごくよくね、わかるね。もう相当前がもうギチッとこう所狭しとこ詰まって、うん、これが要するにフロントのタイヤから一番ボディの外側、フロントのオーバーハングっていうんだけれども、うん、これ FF 車っていうのはその軽以外だと本当にこのぐらい数十センチはあると思うんですよね、はいはい、これ極端に小さいですよね。そうです、あのホイールベースを旧モデルに対して 100mm 延長するということで前後オーバーハングは縮めております。特に前側については 70mm 縮める。軽自動車は全長が決まってますから、ホイールベースが 100mm 伸びた分はオーバーハングは小さくするしかないですよね。そうです、はい、何でそんなに短くしたんですか。あの一つはやっぱりエンジンルームのコンパクト化ですね。でもう一つはやはり衝突安全性能との両立ということで、ここの青く塗ってある部分、うん、あのサイドメンバーっていうんですけど、ここ の, あの衝撃吸収効率を高めるという技術が必要、うん、フロントを短くするってことはその分その潰れ代が本当は短くなる。そうです、うん、で安全性にはマイナスな方向に行く、はいはい、それを何かその構造でカバーしたということですね、はいはい、あの衝撃吸収クラッシュの効率を高めるということで、そのエネルギー吸収を十分にできたということと、衝突の力を上下に分散して伝える。これ前からぶつかった時にこのブルーの部分で力を受け止め潰しながらで受け止めるということですね。エネルギーを吸収するということですね。で上下に分かれているんですね。はい、そうです、はい、はい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 、上下に分かれることによってなんか分散するという効果ですかね、はい、力の入り方が上下に分散されるということですので、はいはいはい、あの例えば下だけで吸収するとすごく下を補強する必要がある、うんうん、上だけだと上を補強する必要があるということで分散して、うん、なるほど。しかしこのパーツとか見てみると、この多分 ABS とかね、あのこれパーツが斜めについてるじゃないですかこうちょっとこうかしいような、本当だよ、はい、これもやっぱりそのレイアウトので、はい、そうでございます。やはりエンジンルームを短くするということに対していろんなものの配置を決めていくわけですけども、非常にこういう点は苦労しながら配置を決めています。パズルみたいな、ね、うん、ね、パズルだねこれは。しかしこのエアバッグもまたこれ、うん、所狭しと並んでますけど、これ全部標準ですか。そんなことないですよね。あのエアバッグ運転席と助手席のエアバッグは標準でついています。あ、これがね、はい、うん、あとのサイドエアバッグ、うん、それから見えにくいですけども2エアバッグ、はいはい、それから、カーテンシールドエアバッグ、うん、これらがオプション。これカーテンシールドエアバッグがちょうどこの頭のところが空気がいっぱい入ってて、まあ、フロントもそうなんだけれども、これは当然横からぶつかった時に頭部を守るということですよね。そうです、はい、あとロールオーバー横転した時なんかもこれ効くんですか。そうですね、はい、あとはまあよく電柱ポール衝突と言われるようなですね、そういう部分でもカバーして安全性を確保する。でもだったらつけたいけど、あのある実験機関がこの間公開でテストをやったんですけれども、うん、このカーテンシールドエアバッグがあることによって電柱とぶつかったりとかね、横方向から、うん、その時のその乗員の受けるダメージというのがものすごくもうかけ離れるぐらい小さくなんですね。だからこれできればもうどん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 標準にしていってほしいなって思うようなアイテムなんですけど、今はいくらですか。これつけようと思ったら
これは15万円です。15万、はい、全部セットで消費税抜きで15万円の設定になっております。やはり、もう少しお買い上げいただける方が増えてくるとだんだんお求めやすい価格になっていくのではないかと思います。うん、本当はねこの横滑り防止装置と一緒にみんな標準にしてほしいぐらいよね。そうですね、それなかなかねそのメーカーさんの努力もあるけれどもユーザーもね欲しがるっていうことがまず大切だと思うんですよ。そうじゃないとなかなかその販売台数も増えないとなかなか値段も下がらないですよね。そうですね。そこら辺どっち鶏か先か卵が先かってことだと思うんですけど、まあエアバッグそのものも昔は、標準装着されてなかったものですから、いずれはだんだんそういう安全装備っていうのが認知されてきて標準化されていくものだというふうに思っています。ね、サイドエアバッグもついてるし、これは何ですか？これはムチ打ち低減ヘッドレストなんですけども、ダイナミックサポートヘッドレストって私ども呼んでます。背中が沈むとこう首が前にグイグイってやってるんですね。そういうことです。はい、これで背中がドンと押し付けられた時に首をグッと圧着して守るってことですか？はい、そういうことです。うん、後ろ頭とヘッドレストの隙間が空いてるとツイートされた時に首怪我しやすいんですよね。なるほどね。へえ。まあ、いろいろこうね細かいところまで突き詰めてるわ。それであとあれもあるんですよね、うん、レーダーでこう前の車との距離を見ながらね、はいはい、これ K なのに、はい、レーダークルーズコントロールも設定しております。これ全部入れるといくらぐらいのオプションになるんですか？レーダークルーズと VSC と、まあ、皮巻きステアリングホイールセットでありますけど、まあ、それは消費税抜きで30万円で売っております。うん、一番高いグレードにそれを全部つけると、200は軽く超えってことですか？まあ、200万円程度ぐらいですかね。はい、うん、それにナビつけたらもう200、230K が200、230という世界ですよ。いいお値段ですね。ねえ、なるほど、もう K を超えた K ということなんですかね。さあ、じゃあここで一旦 CM です。その本を開くと始まるハウジングストーリー。ここにあるのは理想の暮らしを叶えるさまざまな家。あなたのすぐ近くに家づくりの物語が広がっています。さあ、その1ページを開いてみませんか？夢を形にする総合住宅展示場 DVK ハウジング。2007年3月、東京五反田オンデコ座公園。心にしみる音、伝統を受け継ぐ技の数々。ただいまご覧のプレイガイドで好評発売中。電話予約お問い合わせは 045-663-9999 TVK チケットカウンターまで。うちって自動車保険料払いすぎてない？え、そう？結構安くなります。0120-999-646見積もってみる？電話でネットで損保24。くるつぼなみのコーナーです。今回も Q&A です。 E メールでいただきました横浜市の小泉さんからの質問です。先ほどもちょっと話題に出たんですが、最近 CM などで盛んに横滑り防止装置が宣伝されています。先日もディーラーで新車に装着を勧められました。この装置のメリットを教えてくださいということなんですけれども、はい、僕も装着を強くお勧めしますね。はい、というのもメリットというのはもう本当に単刀直入に言って事故を起こす確率が減るということですね。はい、である、研究結果によると、この横滑り防止装置をつけることによって重大事故ですね、例えば車線を逸脱して正面衝突するとか、そういったような大きな事故が
大体20から 25% 減ると、はあ、そんなデータもあるんですよ。大きいですね、で値段がね、そうなると問題なんですけれども、今単体で6万円とか、まあ、10万円とかその程度なんですね。で、まあ、決して安くはないんですけれども、正面衝突をそんなに減らしてくれる、リスクを減らしてくれると考えると、高くはないね。そうですよね。そうだね。で、まあ、本当にね、3年使って6万円だったら、まあ、年間5000円じゃないですか。で、そういったように考えていくと、僕はね、あの6万円確かにね、僕は飛ばさないとか雪道走らないとかいうこともあるのかもしれないけれども、雪道じゃなくたって急ハンドルを切って危険を回避するときとか、もういろいろとこの横滑り防止装置が有効に働くケースというのは多くあるんでね、ぜひぜひ装着していただきたいと思います。ただ問題はこの横滑り防止装置がメーカーによって呼び名がバラバラだってことなんですよ。で 僕も自分で覚えられないんだからちょっと調べてきたんだけど、ダイハツトヨタ VSC、ホンダ VSA、日産 VDC、マツダ DSC、三菱 ASC ですよ。で輸入車なんか ESP なんて言ったりしますけど、これはね、本当に、まあ、自公会とか国交省あたりが温度を取って、ABS は ABS なんで ね同じような名称にこう統一しないと、なかなか普及は進まないと思いますね。一番嬉しいですからね。そうですね、はい、はい、以上クルツボナビのコーナーでした。では番組からのプレゼントです。自動車専門誌のオートカージャパン、カー&ドライバー、カミオン、ザ・マイ・カー、トレンドワゴン、ドライバーナビ、ニューモデルマガジン X、 ホリデーオート、モーターファン別冊、モーターマガジン、ご覧の全11紙の中からご希望の雑誌を抽選で110人の方に無料でお送りします。お申し込みの方法は郵便はがきにご希望の雑誌名、住所、氏名、電話番号、そして番組に関するご意見ご希望をお書き添いの上、ご覧の宛先までお送りください。インターネットでも受け付けています。 TVK のホームページまたは携帯公式サイトにアクセスしてください。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。車に関する質問や壺に選定してほしい項目がありましたらどうぞお送りください。皆さんからのおはがき、そして E メールをお待ちしています。 K のフルラインメーカーということなんですけれども、はい、まあ、要するに僕の言いたいのは、ダイハツというのは軽自動車だからこの程度でいいだろうって全く考えていなくて、もう軽自動車というカテゴリーの中で安いものからもう全部全てをつぎ込んだ、値段は高くてもいいからとにかくいいものっていうね、全てのレンジでもうチャレンジをしているメーカーだなと。で、まあ、あの鈴木なんかそれに対して、まあ軽自動車っていうのはやっぱりこういうもんだからこの程度で抑えておくのがユーザーのためだって考えてるし、そこら辺がねとっても今あのその2つのねメーカーの立ち位置とか軽自動車に対する考え方が違っているのがすごく面白いなと思いましたよね。そんな中でこのミラというのは、まあトヨタでいくとカローラみたいなもんですね。実際はトヨタもこのカローラよりも売れてる車種はあるんだけれども、中心はやっぱりねカローラなんですよ。同じようにダイハツムーブモのがいっぱい売れてるんだけど、やっぱり中心になるのはこのミラで、でミラがこれだけ立派になってきたということは、まあ軽自動車のベーシックな部分も相当かさ上げされてきたなと改めて感じましたね。なるほどね。そして小森屋さんのツボはクラスレス軽ということだったんですけれども、もうね、ミラの中にバリエーションが多彩ですよね。あのエンジン、ミッション、そしてこう内装、そんなのを入れて、さらにオプションも多彩、オプション全部足したらもう200万を超えてくるなんていうと、本当にこれはもうK というクラスを超えてしまった K なんだな。でまたダイハツが狙うのはそこなんじゃないかなっていうのがよくわかるわけですが、これオプションってあの値段合ってました？すいません、先ほど の VSC とドライビングアシストパックは消費税抜きで20万円でございます、失礼いたしました。なるほどなるほどね。まあ、しかしそれを選ぶ人が多くなればね、値段も下がってくるという先ほどの話もありましたからね、いろんな人が選んでくればもうちょっと値段は下がるだろう。しかし今現在のところそれ全部入れたらさすがにこう
なんですか、トヨタで言ったら何クラスになるんだろう、200万超えてきたらね。いやもうあのブレードあたりは手が200万超えてね、230とかいくとね、うん、手が届くからね、手届くかもしれないね。うん、と戦える系だってことなんだね。そうですね、うん、あの軽自動車ってこう2台目っていう印象があったんですけど、うん、このミラーは本当にこれ1台でできますよね、うん、もうね、もうね、完結してるっていう感じですよね、うん、まあ、うちの田舎の方に行けば1人1台の街だからね、はい、そうですね、そうそうそう、そういう街ではね、やはりミラーなら間違いないですよね、うん、どうしてもね、いろんな制約を受ける中で車をたくさんこう数置かなきゃいけないとかね、うん、ありますから、軽ってのは非常に重要な市場ですよね、うん、そうですね、まあ、安心ですね、この車ってね。なんでエアバッグがあったり、はい、安全性も経済性も、まあ、だからそこにね、どこに価値を持ってくるかで、どのメーカーのどの車種を選ぶかっていうのが決まってくるわけ で、ね、だからそのためにこの番組がねやり続けて面白くてしょうがないというね、はい、ではまた来週。切なさを胸にねじ込んで飛び出した8月の夜、気持ちが夢を超えるなら光さして切り裂けろ、けぶる東京で踏み出した背中を錆びする、気持ちも夢も現実も握りしめて明日へ放て、おいしいね。っていうか、なんかいいことないかな。待ってるだけじゃ何も変わらんのじゃ。人生は先手必勝、シャキッと旋回。はい、そう。早く申し込むと安くなるアメホの自動車保険。電話で見積もり、フリーダイヤル 8464-42。 電話、それ。たちのきらめきの物語、世紀を超えた華麗なるジュエリー、その数100点、日本初のティアラ展、渋谷文化村ザ・ミュージアムにて好評開催中。ティアラの数だけきらめきのストーリーがある。この番組がご覧の各社の提供でお送りしました。